プレみたいな感じで思えばいいってこと？一周目狼コートみさたいん人いな。るよ、ちょっと変わってるよっていう。はい、慣れ三て人ない道ですと、ね。狂人がい魔女ないが二レベ人いルるで場す。面で魔女噛まないっていう人も出てくるからね。慣れてないと。もう神で見て、慣れてないのかいっていう。こんなのやってればわかるけど、あの場面絶対に魔女並みだから。4噛んだら魔女が確定してしまう場面が生まれるから。あの魔女が4、ハンター無視して俺に毒持った瞬間確定だから。そうしたら無駄だから、狼目線。きついから。で、魔女は蘇生もあるから魔女消すことが大事。特にさっきはハンターが偽、シングラ内の方に投票してんだから。別にハン、やるし、噛む必要もないっていう。投票で協力してくれるんだから。うん。そんな盤面じゃないから、紙が間違ってんだって。セオリーの紙じゃないから。うん、さすがに。さすがにもう、狼を破滅に導く紙にされたら、で、勝手に主導を握、主導権握って間違った紙してるから、あぎれるわ、こっち目線っていう感じの試合だったけど。勝ったけどね。今の一番の信用勝負で。信用勝負っていうか、村がミスリードしたってやつだね。うん。っていうか、ほとんど負け系だったけど、あれ。なんで勝ったんだろうって。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。まあ、盤面が固まって、てから判断するってやつですね。まあ、占いからでいいのかな？それともグレーかな？まあ、それと、村はどう選ぶのか。占いから行った方がいいのか。グレーから行った方がいいのか。まあ、自分村なんで、自分以外だったら、まあ、黒いと思う人だったらいいけど、それよりは占いの方がいいのかな？セオリーは。ちょっと、その辺は、まあ、村で決めてもらって、グレー行くっていうなら考えるし、占い行くっていうなら考えなきゃいけないしね。2周目聞いて。この位置だからね。みんなの発言聞いて、まあ、占い行くってなら占いの怪しい方。グレー行くってならグレーのね、怪しいところになるっていうだけの話かな。そうだね。まあ、場面固まらないとわかんないね。まあ、このレングなんでね、囲い回る可能性は高いからね。うん。まあ、狼にね、プレッシャーかけとくけど。まあ、そういうのも意識しないとね。囲わないってこともあるけどね。普通の村よりはかっこいいわ。多めだっていうことは頭の中に入れて。うん、4番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。村人陣営です。まあ、3番さんに関しては、別に、なんだろう、誰かに決めてもらうとかじゃなくって、自分で考えて、自分で、じゃあ、占いどっちが怪しいとか思ったらこっちから行く。グレーこの人から怪しいって思ったらこっちから行くでいいんじゃないのかなって思いました。まあ、その囲い盤面とかどうのこうのっていうのも、別にそれに関してもわかりません。はい、狼が囲うのかどうかっていうのも、それは狼次第だと思うんで、まあ、普通に盤面揃って変な発言してるなって思ったら上げていって、まあ、それが片白先だったら別に片白から来てもいいんじゃないのかなって思うんですけれども、どっちかなんだかがよくわかんねえんだよこの村。占いから行ってもグレーから行っても何とも言えないですか、ね、言わなかったけど、グレーから行けば役付けは起こるんだよ、はい、厄介なの役付けよ。グレーから行ったば言わなかったんだけど、それはのプレイヤーが発言、月が起こるのが嫌だなっていう。おはようございます、村人陣営です。どうせ、まあ、どうせ盤面だから占いでいいんだよ、まあ、だって、だって噛まれんだから、こっちに芯は残っても私も2周目だと思うし、エチャは的確に突っ込めるところはすごい白いんだなーって、村っぽいなーって思ったかなー。まあ村っぽいとかわかんないけどね、ここは。って感じかな。まあ、盤面固まってからだと思ってるんで、はい。2周目にしますね。6番のプレイヤーが発言します。はい、5番さん。お座りくださいと。5番さんに丸便乗というか同じ意見でしたね。4番さんはほんまに真っ当な意見やったんで、村っぽいなって思いましたね。あといて3番さんみたいな村もいるんで、わかんないって感じなんで2周目はね。もう全く同じです。7番のプレイヤーが発言します。あれやな、これ。もうなんか1周目無駄にする感じやな。役があれやな。乗っ取られへん役職ばっかりやな。スムラさんに、ちょっと待ってる間見ててん。スムラさんにの役乗っ
取れない役2人の占い師の、あと人狼3人やろ。で、人狼、きっと人狼が1人と、本当の占い師2人と2人でさやろ。だからちょっと魔女村っぽい感じの感覚持てまいやなと思って。あれか。こっちって、なんかラスポジ解禁なんやっけ、知らんけど。な、3番さんのために。解禁みたいなちゃうかだけ。2番の位置で、全員バーンって出るの一番強いんちゃう。知らん？知らんちゃうわ。ちゃう？知らんけど。どうなん？ちょっとなんかそういうの教えてくれると嬉しいなって思ってます。って感じです。以上！8番のプレイヤーが発言します。絶対7番占い師で2番の位置でパーンって出たがってるようにしか見えへんねんけど、スカッシュはあるけれども、7番占い師なんやろうなと思っております。はい、3から6に関しては色落ちなしかな、どうでもいいかなっていう感じかな。はい、特に言うことはありません。6番に関してだけはして、あ、しゃっくり止まらん。しゃっくり止める方法教えてくれ。殴ってくれ、後ろからいきなり。ブラでおらんやん。俺左ブラでやってたのに。ちゃうやん、まあいいわ。6番に関しては3番みたいな村もいるからね。いやー、村好きしてんかなーって感じかな。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。9番、ちくわと申します。そうですね、サバさんに言いたいのは、もし占い師が2人だった場合に関しては、やっぱり、占いの結果を落とさなきゃいけない。どっちかつっちゃうと、どっちか噛まれる可能性出てくるから、絶対的にグレーから行くのがいいと思っています。はい。あと、そうだね。あと、7番さんに対しては、まあ、8番さんが今言った通り、で、4番さんの印象はね、5、6番さんが言った通りとしか言えないんだよね。ただ、6番さんに関しては便乗維持だから、ちょっとなんとも言えないなって。正直、6番さんを占ってて欲しいなっていう意見ではあるんだよね。まあ、どっちの、まあ、占い師が2人出てきた場合に関しては、まあ、パンダになったりする可能性もあったりするけど、わかんない。それに関してはわかんない。黒を見つけてたとしたら潜伏しててもいいけど、白を見つけてたら普通に出てきてほしいなとは思うね。はい。そんなと。1番のプレイヤーが発言します。あ、2番黒です。減らないし。そうっすね。まあ、グレーに関しては正直現状わかってないかな。うん。3番に関しては、ただ進行がわからないって言ってるだけの人物。4番に関しては、それへのツッコミは確かに真っ当ではあるが、別に人外でもできる行為。だから4番に関しても2周目1。5番に関してもしっかり、6番に関しては結構バルビンジョ不完視点なんで役かなって思ってますね。7番に関してもあまり進行が分かってない人物でしょ。6番に関してはその7番に対して占い師なんじゃないかっていう目線でしかないと思ってるから、グレーが正直はっきり言うとあんまり色落ちてないから2周目かなと思ってますね。ただ開示された場合っていうのはもう、俺の考察はないから、村は頑張ってください。9番に関しては、なんだろう、6番を占ってて欲しいっていうのがシンプルに謎かな。少なからず、じゃあ6番に対して疑念視しているのであれば、別に9番って6番のこと結構叩いてよかったんじゃないのかなっていう印象ぐらいかな。はい、2黒。2番のプレイヤーが発言します。1番さん、僕に黒ということですか？いいですか？わかりました。面白くなりそうですね。一番さんがすらなければ、私視点ってのは二人が見つけている構図なんだね。ということで、まあ一番さんがハンターでの黒特攻であった場合は、まあ、人狼さんは村に黒を打ってることをもう承知の上ですね。なので、すらがあった場合は一人しか見つけられてないですが、一番さんがもし、本当に二番黒師匠を突き通すのであれば、自視点って二人狼、出てますね。で、僕視点だけの話をさせてもらいますと、ある人の発言から9番さんが白だということが分かりました。あ、じゃあいいですか？いきますよ。えい！ 3 番のプレイヤーが発言します。うん。今日は2番釣ってですね。まず、8黒？ああ、いいよ。8は妥当性あるから。うん、8の黒要素、わざわざ占いを透かす人間、ろくなもんじゃないから、うん、8でいいよ。うん、態度悪いから。黙るんだよ。霊能村でもそうだけど、いらないことをペラペラ話す人ってね、人外の可能性があるから、それ人外発言と同意だから。
陣外の下5度取ってんだから8でいいよ。うん。8でいいんじゃない ?8 って2行き。あ、あとね。追加する ?4 番のどこが白いの?いや、あなたどっちにすんのよ。うん。蘇生盤面だよ。普通占いだよ。うん。占いなんだよ。だって蘇生なんだから。噛まれんだから。占いしかないだろ。グレイって訳つかす意味ないだろ。それを述べてない人が白くなる村だったら勝てるわけないんだよ、この村。それに乗っかってる5番とか。6番もわかんないよ。うん。9番も進行方法が間違っている。うん。蘇生盤面でグレイ行くやつやばいだろ。うん。占い師噛まれんだよ、もう確定で。シンだったら。二節ってシンは噛まれるんだから。占いでいいんだよ。それによって噛まれるか噛まれないか見ればいいんだよ。まあ、8はいいよ。妥当性がある。うん。いいよ。こういう場面だったら、まあ、8位って、まあ、2、例えば、ね8位って2行けば、まあ、PP ないから。うん。いいんじゃない?黒が出たら、まあ、8でもいいし、まあ、1の芯が高かったら2行ってもいいんだろうし、そこは2か8だよ。普通に考えて。まあ、8は妥当性があるね。人外発言したら自分が悪いよ。それは8は人外発言してる。村でやってるなら、今度から言葉を慎め。言ってはいけないことがある。4番のプレイヤーが発言します。いや、結局、占いにしようになってるんですけれども、8は妥当性があるって言ってて、オートで8行くって、なんか自分の進行論にあまり乗っ取ってないなって思いました。結局、ヘイトを向けられているところに向け返しているだけなのかなって思ってます。5番、6番、7番に関しては、よくわからん2周目かなって思ってるんだけど、おそらく7の振れ方で8は確定人会、78、ごめんごめん、1、18ローローかなって現状思ってますね。1番って7番が占い師を匂わせている人物って、8番がそこに指摘しているのだから4番8怪しんねんのに俺を怪しむって大丈夫4番白くならない。俺の意見白くはならないかもしれないんだけど3番かっこいいって言わなきゃダメなんだね。なんで3番が怪しくて8番怪しんでるっていう発言が出る。1番目線対抗として出てくる人物だって7番が俺の意見合ってんだったら俺なんでぶったらかれてんだか分かんないんだけど発言から捉えるのであれば8って結構白くなるんじゃないのかなって思ってるんだけど、なんかよく分かんないな。まあ、1周目の発言に関して捉えたのはそれぐらいかなって思ってるんだけど3番さんがよくわからん。8行くのは私も結構8あるかな、1の発言から引っ張って8あるかなって思ったんだけど、なんか3番さんがよくわからんなって思ってます。はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。18って見えんの?だって黒出したところからの占い師でしょ?え?これ何?役は蘇生値とか教えてくれないの?で、占い師から行くの?三目線って八の態度が悪いからとかなんだとかって言ってたけど、それで八が村だったらじゃあどうするんですかって話なんだけど。二が八。村だったらいいんだよ。正解ずり。間違ってることは間違ってるって言ってあげないと。分かっていても言葉を慎むべき時があるから。なんか言ってなかった?ハンターだってよ。破綻しとるやん。じゃあ。そしたら水着でいいんじゃん?二の相方二人狼かと。魔女さんは?魔女さん蘇生値教えてくれんの?まあいいのか。二釣り。二の相方は今のところわかんない。ただ二が九を白いって言ってるからよくわかんないんだけどな。なんで二は九が白いって言ったんだ?って思ってんだけどな。なんか頭の中こんがらがってきたな、これ。ってところかな。水釣り。6番のプレイヤーが発言します。はい。5番さん、お座りくださいと。いやー、5-4じゃない?ラストウルフは。と思います。5番が1の新上げをした理由が黒出ししたとこから占い師が出たんだよっていうのは、
全くもって新上げでは、新要素ではないし、んで、それやな。俺はまあ、ハチがハンター仕様したからじゃなくて、81はないやろってことで、いやーっていうのも、ハチが7の潜伏占いを匂わせた発言で、で、1番が、ハチの話を聞きつつ2に黒を打つっていうのは、連携が微妙やんって思うんで、81はキャンセルかなって思ってます。あ、思ってますっていうか、そうですね。違いました。やっぱり。だから、2の相方は、5か4。4番はね、3番はちゃんと自分の意見で言ったんよね。8番が、訳すかし、あ、潜伏占い、どうのこうのとかを透かすやつは大体、あ、じゃあ、狼の恐れがあるからって。だから8は妥当って。で、4番は8行くっていう理由、同じやのに、3殴りが微妙やったんで。5、4。どっちか。かな。いいかな。あ、僕は2番、あ、確定か。2番いきます。7番のプレイヤーが発言します。6番はなんで3と7と9はないって思えて4か5のどっちかって思えるんって思ってなんか6番臭いなって思いながら聞いてた。わからん。まあ、とりあえず、ハンター対抗いいひんねやろ。8番さんの対抗いませんか？いませんね。2番バイバイ。ってことでしょ？ 2 番バイバイ。あー、そっか。蘇生薬ないか。これ1噛まれたら、もう訳わからんのや、1死んで。1、2、今日に移って1死んでもわからんのや。ちょっと8番の意見聞こう。8番に従うわ。8番のプレイヤーが発言します。みんなの発言聞いて口頭で言おうかなと思ったけど、もうめんどくさくなったから出ました。ハンターです。はい、2番さん破綻お疲れ様ですって感じかな。はい、以上です。2番。9番のプレイヤーが発言します。2番以外のことも言ってほしかったな、グレーどこが詰めるとかさ。まあいいや。とりあえず、じゃあ6番さんからするとさ、じゃあ4番さん、5番さん、どっちかっつって、あともう一人誰なのって話になっちゃうよね。で、6番さん以外に3、7、9って言うんだけど、もう一人狼どこなのって。そういう考察が一切なかったところは、6番さんおかしいなって。じゃあ2番さん、ちょっと釣りました。じゃあ、あなた目線、4番さん、5番さん、どっちかにいます。うん。まあ、多分、6番さん人狼だったら多分そう言っていいよね。相方、もう一人の相方を、そうやって、ヘイト向けて自分向かないにするっていう方向できるから。うん。だから、2、6、あと4か5、どっちかにいいんじゃない？って思うんだけど。どうすか ?7 番さんの今の発言で、狼要素っていうのは取れなかったしね。単純にちょっと可愛かった。はい。で、2番さん釣って、1番さん噛まれる。で、あと、次の日になったら訳しようとか出てきていいんじゃない？そしたらその人除外できるでしょ。で、詰めていけばいけるでしょ。はい。そんな感じですかね。以上。1番のプレイヤーが発言します。9番の言ってることがさっぱりかな。6番殴るんだったら7番もだ。7番も精査してないんですけど、9番さん大丈夫ですか？あと3番、4番に関しては多分精査できない人物だと思ってるんで、シンプルに邪魔だから消していいよ。3番、4番目線で8番が狼に見える目線がわからない点。4番視点で8番が白くなるんじゃないんですか？なんで？意味わからんやけど。8番がじゃあ7番に対して占い師かなって目線を持ってたら、俺視点で8番が白くなる。ならんだろ、逆だろ、どっちかっていうと8番が7番に対して占い師を懸念してるってなったら、8番が黒1になるんですけど、4番は真逆のことを言ってますね。あと魔女さっさと出てこい。どうせ6番あたりだろ。あのさ、2番つって俺噛まれるんだから、お前かよ。
まず誰もなんで魔女出さないの、バカなんじゃないの、破綻盤面で2番確定人外してる段階でグレー殴り合ってどうするの、普通に魔女出して創生一危険、あの3番の言ってることも普通に意味わからんから3番の地紙もあると思ってるから、あのシンプルに2番消した後7番3番毒打っていいよ、俺噛まれた段階で3番毒打ってその後邪魔なところが4番だから4番殺した後に終わらなかった場合で5番と6番と9番ここ精査でいいと思ってますね。9番の言ってることも謎、4番が言ってることは真逆のことを、5番に関して色じゃない、6番に関して役だと思ってたからほぼ精査していません。お疲れさん。2番のプレイヤーが発言します。いや、さすが1番さん。さすがですね。魔女乗ってるさせようと思ったんで、まあ、ただ、僕の推理を外してました。僕、6番さんが魔女だと、僕、6番さんが魔女だと思ってたんですよね。なので、僕魔女に投票するから乗っ取りなさいって指示を相方に出そうと思ったんですけど、これがまたね7番さんだったというか、ね、あのちょっと待ってね、その確率論的にいくと自分が人狼で相方が2人いる状態で1番の占い師が分かってる状態でスムラに黒を出す確率って1D、5分の。まあ、とりあえず破綻したってことですね、僕は。うん、なので、ああ、もう8番さん、大丈夫です。永遠に噛まれないんでね、君は。うん。ということで、まあ、これで、まあ、ちょっと待ってください。まあ、1番確定紙の後、多分7番さん、毒を投げない人なんですよね。はい。なので、まあ、それから、生き抜いてください。まあ僕は6番さん魔女かなと思ってたんですけど、まあ推理が外れたということで、まあこの考察を聞くに2番、6番って絶対ないですよ。いいですか？で、1番しても6番が魔女に見えてたから。ということで、ちょっと時間が来たので終了ボタン押しますけど、まあ紙1だけ解きますね。あ、僕、紙1に投票します。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に。若者よ。そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番、2番の遺言を発表してください。あ、くそ、やべ。まあ、8番何やってんだよ、出んなよ、まだ。おバカ。あ、やべ。一番あんたやっぱ最高だよ、そうちゃん。ちょっと追加をしてください。あらっということで、まあ、これでね、はい、いいですか？8番、2番って絶対ないでしょ？はい、いいですか？ないですね。はい。なので、襲撃1は、まず、とりあえず、この可愛い1番ちゃんを噛みます。はい。その後、まあ、3番さんの地紙は終わらないでしょ。だって僕噛みましたもん。いいですか？いいです。1番さん噛んでいいですよ。はい。いいですか？ 1 番さん噛んでいいですよ。1番さんの、視点的に、まず2番シーン追ってない時点で、1番さんがシングルナイスが確定します。はい。まあ、ハンターの黒凸が決まった場合は強いですけど、それ開示した時のみですからね。はい。僕は、あらゆる視点を追うので、はい、いいですか？ということで、僕が、投票した6番さんは村人ってことが、これで確定したと思います。はい、いいですか？いきますね。まず、1番釣ります。あ、1番噛みます。はい。で、生き残ってください。で、次は容赦なく7番さんを殺害してください。で、多分7番さんは優しいから毒投げないんですよ。いつまで経っても。それがチャンスです。ちょっと毒投げられて結構きついですけど、でも言いますね。3番さん僕が噛みました。はい。なぜかというと、盤面上自分が発言最後になるから。はい。で、本当に3番さんから始まったんでちょっとびっくりしました。けど、3番さん絶対地紙してません。はい、以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。
夜が明けました。昨夜は2名の方が亡くなりました。4番のプレイヤーが発言します。はーい。ってか、なんなのその6番って。マジでこの、ここの魔女頭悪いんじゃない？本当にゲームしなくていいレベルだわ。あれしか見えてないんだけど。何考えてんだよ、本当にこの魔女よ。ってか、一応1番に言っとくと、だから1番目線って少なからず7番って、8番の発言から汲み取って占い師をしてるような発言があった人物で、普通になんか考えたら8番よりも7番の方が黒くならないって思うんだけど、だから7番の方が黒くならないっていうよりも8番って村に見えないのかなって思っただけなんですけど、まあごめんなさい、間違ってましたっていうところで、てかなんで3番毒持ったん？漏れって言われたから持ったん？謎いんだ、いいんだけどマジで。569の星座9。でも別に9番ってなんかそんなにおかしいような発言ってしてなかったと思うんだけど、6番の占い結果を潜伏送ろうっていうのが謎いんだけどマジで。1番紙を回避するためにあれしたってこと？でも2番目線って多分、残り2浪の位置って分かってるから、仮に5番が村だった場合って、なんかそういうのって意味ないとシンプルに思うんだけど。本当に8番ってハンターなの？ちょっとそこだけ教えてもらっていいですか？ 6 番がハンター？ どっち？そこだけ教えて。5番のプレイヤーが発言します。そもそも私に黒とか言ってる時点でこいつ人外なんだけど。どうなんだろうね。だって、すらもなければ、語りもなきければ、何にもないんでしょ、あなた。だったら今日、六釣り一本なんだけど。私目線はね。2、4、6人だよね。二縄だよね。二縄。これ、28で黒箱いとかないよね。ないよね。そこちょっと。頭悪い魔女のせいだよ、負けるわ。6もんなくしていいんだよ。で、6、8を、まあ、6がハンターって言い張るなら、6、8をやって、ね、7が毒盛るんだ、俺以外に。まあ、6は人外なんで。マジで頭悪い魔女がいて、もう勝てないわ、これを。3分の1にして。どう2番と繋がんだよ。俺がただ死に決まってんだろうよ。1が2の芯を上がってで打ってる可能性もあるんだから、黒出された方から行くんだよ。それがセオリーだ。頭どうかしてんだろう。この盤面で2番黒打ったから2番が2セレスって、とは言い切れねえだろ。黒出した方から行くんだよ、セオリーは。で、1、2が噛まれるか見るんだよ。それがセオリーなんだ。そういうセオリーができねえやつが、まず俺の発言がおかしいって。3と4と5と9で3番を打つ、毒盛るやつがいたら勝てるわけねえだ、この村よ。人狼の5番さん、お座りください。ああ、5番さん、ここ狂人いないんで、人外って言わないで人狼と呼んでください。お願いしますな。あ、人狼の5番さん、お座りくださいと。まあ僕はハンターなんですけど、5番さんは黒いね。っていうのも、僕は昨日言いましたが、1番さんの新上げ要素が、その位置で黒出ししたからっていう理由だったんですね。村の考えじゃないです。だって占い師出てないのに、1番が狼やったら2に黒なんて、出しやすいでしょ？ねえ、5番くん。狼ですね、君。八角です。まあ、28やったらもう負けですが、そんなのはないです。7番さん、5番投票しましょう。5番投票して、多分592だと思うんで、9番に6を持ってください。お願いしますね。7番のプレイヤーが発言します。ほんまに？ほんまにハンターなん、6番が。じゃあそれでいいの？なんかもう分からへんからさ、めっちゃハンターの言う通りのことするねって思ってんやけど、もう怖いからさ、
1番怖いからさ、3番にどこ漏れって言ったか言う通りにしたら、まあ、後でどなんでやれ言うたのにせえへんかってんだから言っても、もう怖いもん。ただちょっと引っかかったのは5番が6は人外、28の黒がかりないよね。じゃあ5番のハンターってどこなんってなってんけど、そこだけ。あのさ、もうセオリー知らねえ奴らばっかりだよ。人外釣るんだから6、8ランしかねえだろ、この場面よ。で、あとは3分の1で殴り合うしかねえだろ、この場面。大丈夫か？マジで大丈夫。全然何もわからへん。ハンターさん、8がハンターじゃないと6の言うこと聞くね。8番のプレイヤーが発言します。俺はハンターじゃないって開示するかなと思って言って、あの女、あれゲロ吐いたやん。はい、これで8番の人狼おやつ頭おかしいなと思ってます。でごめんなさい、4番の途中から仕事の電話入ってマジで聞いてません。ただ5番のハンター目線がわからんっていう話は7番から理解した。はい、で7番に関しては自分で蘇生させておいて自分で殺すっていうだいぶポンコツ具合やなと思ってます。やばいなこいつと思ってます。はい、普通に4、5、9すり切ってたら終わってたやん。マジ3番蘇生1で、白置きして俺のムーブでわざわざ相方に、破綻させた状況を作って他にハンター使用された、もう自分で考えて分かれる、鬱陶しいわ。4号球釣り切りで勝ち格やったやん。マジで。なんで3番にどこ持ってんねんって感じやねんけど。はい。自分の意思でゲームしてるやって感じかな。はい。以上。9番の発言聞いて9番黒いなと思ったら、9番いきます。9番が黒くないなと思ったら、4号のどっちか。無投票の可能性はあります。はい。もう6の言うとおり5行けばいいだろうよ。別にハンター決めてんだからもう、はい、それでいいだろう。自分目線を4、5、狼っていう形でいいと思ってます。で、8がそこで、まあ、2の破綻を合わせて、マトも占いがマジで無能。8ってもう絶対この盤面は何があっても8に行くんだ、まともな村は。1、2の審議がつかないで。で、6がハンターだったんでしょ、結局。これを精査しろっていう。はい、4、5で決まるんですね。精査ができないから機械的進行を行うのがまともな村なんだよ。8はもう限りなく白。なったら4号しかないんで。え、村なら2黒で2番に行くが、8に黒打ってる時点で何も役がないんだったら8番に行くのがセオリー。ね、そして1、2番が噛まれるかどうかを見るんだよ。そういう当たり前のことができないやつが弱いんだよ。8がここで狼だったら絶対に無理、負け。ほんと。精査ができないから。精査をする場じゃない。儀式を行う場だ。1、2が占いで出てて8番黒でならば8番に行く。それが当たり前の行動だ。それがまともなちゃんとしてる人だ。精査をする場じゃない。精査なんて分かんないからだ。占い精査なんて。1番がもう2番しか芯がいないと思って黒を打ってる可能性もあるから。うん。だから本来は8進行が正しい進行。あとは発言聞いてどうして俺が、毒もられんだってレベルで。追放されるプレイヤーは5番の誘導を利用してください。まあこれで終わったら、まあ7が悪い。7が本当に先輩。てかマジでスムラなんだけど。はい。だからマジでスムラね。4、8、9にいるんじゃない ?7 が悪い。3番に毒盛るやつって間違ってんだろ。もう6の言ってることが間違ってるって言ってる時点でもう7なんてやばいに決まってんだろ。一番最初だろ、6なんて。4と5の精査って完璧だったぜ、2周目。うん、ほんと、これが魔女だったんだね。しかも蘇生して。何考えてんだろうと思うわ、もう。でさ、6番バカなの、お前。ね。何考えてんだろう、本当に。毒漏れとか言ってる。魔女は弱すぎるわ、本当に。毒持ってませんけど。大人の信仰取れねえやつなんだもん、もうよ。何考えてんだ、8番を押したから、2番が黒なのに8番を押したから、3番に毒盛ります。ただそれだけ。頭どうかしてんのかよ。紙位置見て感じで、右占い。もしかして4番で左占いされるってのがあったかもしれないんだね。人狼に気をつけて。何も考えねえんだもん。なんで兄さんで俺が時間見せなきゃいけないの、この場面で。何にも考えねえから負けんだって、これを。5番がローじゃなければね、終わらなかったら5番、試合が続いたら5番ロー。もう、7に、7噛むす、噛むよ、7噛みするから。8、9、4って、悪いけど4、5、8、9 の方が白く感じて3番を黒く感じる魔女がいたら勝てないよ、この村。6を、まずね、6をの4、5の精査って完璧に近かったのに、それを黒置きする魔女がいたらもう、マジでこの7番蹴りたい。ホストもらったら声つけるわ。もう戦力外にも程があるわ。こんなんいても勝てないわ。3番がローだったら負けでいい進行なんだ、普通の村は。何考えてんのこいつ。
1名の方が亡くなりました。本当、何にも役に立たない。5番ローね。のプレイヤーが5番ローか。よかったね。確かに魔女、魔女、魔女って言ってたから。うん、え、マジで。5番ローだよ、これ。と思ったこと言っていい。この番いや、ほぼ隠しろやと思ってるから、俺マジで発言いいなと思ってるけど。5番ローだよ。9に関しては、なんで4、5、ロー、ローって2進がいる目線で考えたんで、5が4に入れてる。うん、5、9なんかな。4か9。もしくは5、4のライン。4か9か8。8も1番任せていい。俺だるいねんけど、ぐちぐち言われんの。別にマジで気にしてへんタイプやけど。まあ、なんなら7番がどう思ったから悪いっていう一言だけとか。あ、で、さっき6番に関しては5番のことボロクソ叩いてたやんか。4番あるかもよ。どうやこうやっつって。ほんまに5番は。だってさ、ほんまに5番外したらおかしい。左占いって言うから、2、4って固まってるケースを見ましょう。はい、以上です。あちらったら、黒を打つかどうか。プレイヤーが発言し9番は発言。7と同じく感覚がわけわかんないって。はい、4番は。結局、7が3を毒殺したことによって終わってないでしょ、5が。ってことはもう4しかいない。で、4、5、ローって言ったのは、普通に考えて、じゃあ3があそこで地紙して毒殺されるっていうことを考えてるってことで、そういうのは絶対ありえないと思ってるし、うん。で、4と5って意見って結構違かったんだけど、それっていうのは、まあ普通に、なんだろうね。けどそれ4と5ってさ、5が便乗でしょ ?4 の。で、4は普通にそもそも自分の発言を持っている人物。で、そこでのラインっていうのを追いづらいっていうのが、多分普通の意見だと思うんだよね。うん。だけど、これ多分負けだね。6番は多分どうしても俺に来ると思ってるから。何を言っても負けだと思うんで、座ってもいいですか。いいよね。じゃあ座るね。10番さんが何言ったとしても、多分6番の意見っていうのは変わらないから、いいや。4番のプレイヤーが発言します。はい、村です。はい。ね、3番に毒持ったのはね、8番と同意ね。蘇生させるんだったら毒持るんじゃ、あるんじゃねえよって普通に思うんだけど。1番が何を言おうと、3番の発言3、4がいらないから3番に毒漏れ、4番連れって言うんだったら、音で私明日釣られようと思ってたんだよね。8番が、半足しをして2番破綻してんだから。なんでわざわざ、まあ、3番の色は知らんけど、知らなかったけど、うん、3番ってほぼほぼ村でしょって思ったんで、釣られてやろうかなって、縄釣り切って、縄を大切に使おうかなって思ったんで、あれしたんですよ。そこに関しては8番と同意かなって思いますね。はい。まあ、6番が決めればいいよ。私は仕事に行きたいんで、延長しません。はい。まあ、8はもうほぼ隠しろでいいと思ってます。発言は少なかったけど。はい。9番行きます。早くしてね。6番のプレイヤーが発言します。はい。人狼の5番さん、おやすみなさいと。8番さん、電話出てないですか?僕のバッチリの考察聞いてくださいね。5番さんにはね、もう、5番言うのも悪いか。ね、狼やんのも嫌やもんな、5番。口も悪なるのも仕方ない。ね、よしよし。9番さん、8番さん聞いといてな。大体ね、狼は、言うことあるやんっていう時に、言うことあります？もう言うことないですね。言うことあります？って言うんですよ。昨日もそうでした、9番さん。4号の黒要素を言うべきなんよね。4号ローラーしたら終わります。言うことあります？狼です、9番さん。7番さん、毒盛るのが魔女やから、いいですよ。しかも、ちょっと追加させてな。セオリーは、毒盛らんっていうのがセオリーかもしれんけど、今回の村には、6番ミコスリー半蔵、俺がいるんですよ。ね。だから、セオリーは俺、中投票だ。まあ、俺は知らんけど、負けたら7番が悪い、大失態のゲームだよ。発言精査できてないんだもん、まず。6番で最初だったんだ、4ところ精査は。それを怪しむ奴がいて、3番の話すら聞かないんだから。村は普通の進行を取るんだったら、もう4と8あるよ。終了しました。それは村が悪い。追放されて。2考えで3番に毒持ってっから負けんだよ。分かった。よかった。村人陣営の勝利。いや、ミコス半蔵は、ちょっと無理だわ。
あがめっちゃおもろいわ。7と9の精査が合わねえもん。6番さっき負けた分際で何言ってんだよ。マジで合わねえもん。見越せる半蔵のおかげで何言ってんだろうと思って7と9は。6がおかしいって言ってる7と9って、ね、大丈夫かと思ってマジで。見越せる半蔵ってさ、6って4ところの触れは正しかったね。そう思うのは。だって4番はバグってるし。